純粋に嬉しかったですね。やっぱりその主演の岡田准一さんのその背中を見ていて、自分も時代劇をしっかりとやりたいな、やっておきたいなっていう思いは自分の中にあったので、このお話をいただいた時は素直に嬉しかったですね。何より、僕が今年で 10年目ということで、このお話をいただいて撮影したのが、その9年目なんですけど、公開するのが10年目ということで、30歳というその節目で、僕は侍戦隊真剣者というところからデビューして考えると、なんか一周こうぐるっと回ってまた侍に戻ってくるっていうのが、何かちょっとした個人的なですけど縁みたいなものを感じて、なおこの作品を受けるにあたっては何か不思議な気持ちはありましたね。そうですね、楽しかったです。その台本のとがきだったりとか、その原作にも書いてあるような眠っているようなっていう構え、つまりどういう構えですかみたいなっていうのが文章ではわからないんですよね。諸梶さんと一緒に考えて、こういう構えがいいんじゃないかということで、あの構えに至ったんですけど、で何よりその真剣者の時も一緒だったんですよ。諸梶さんと一緒にその岩根の立ち回りの動きみたいなものは、本当に気心知れる信頼できる方と一緒にできたっていうのは、すごい嬉しい時間でもあり、もちろんその本格的な時代劇のその立ち回りっていうのは難しかったんですけれども、腰をやっぱりこう落としながら、その所作だったりとかそういったことも含めて大変だったんですけど、そういう心強い本当に味方がいてくれたおかげで、しっかりとやりきることができましたね。撮影前に1ヶ月ですかね、うなぎのさばき稽古も含めて約1ヶ月、やっぱその原作でもしっかりと描かれている分、そこは避けられないところだなということで、うなぎ稽古が始まったんですけれども、いざね完成して蓋開けてみると、そんなうなぎさばいてる印象ないんですよね。今後出てくるのかなみたいなもしシリーズ化されるのであればってことですけど、ただの立ち回りではなくて、やっぱりその会話っていうことを、その剣を交えながらしていくっていうことが、今回の時代劇で僕が参加してもらって、なんていうんだろう、気づかされたところの一つといいますか、やっぱりその場面場面によって、その人によって、その立ち回り、同じ立ち回りだとしても、その会話の種類が違うというか、怒りだったり憎しみだったりとか、それこそ悲しみなのか痛みなのかっていう、それがお互いどう思いながらとかっていうのが、その一振りに込められてたりとかするので、そこは何て言うんでしょう、時代劇の面白みの一つといいますか、それによって言葉を発してないけどお互い何を思ってるのか分かるみたいなっていうのが、なんか素敵だなと思いますね。本当にじわりじわりと、その30前にいろんな仕事をやっていきたいですねっていう話をしながら仕事をしてきたので、20代半ばぐらいからなんですよね。毛色の違う作品をやっていきたいと思っていたのが、でもそれの分かりやすく大きな一発目としては舞台の少年なんですかね。そこからそれが映画になったりとか、そこから白石さんの作品に呼んでもらったりだとか、いろんなお仕事をさせてもらえるようになったっていうのは大きいですね。次につながればいいなという思いは常にありますし、事務所の方針として1個仕事やったら3つ取ってこいっていうのは、とんでもないハードルの高さがうちの事務所にありまして、それぐらいの意気込みでやりなさいっていうことだと思うんですけど、そうですね、ある種何でしょう、その真剣者から考えると、もう一度一回そこでその原点に戻るじゃないですけど、その30を境にこういう話、こういうものが公開できるっていうのは、自分の中での原点回帰みたいなものでもあるのかなと思いますね。本当に久しぶりの王道な時代劇エンターテインメントが、完成したと思っております。なので存分に肩の力を抜いて見ていただけると幸いです。ありがとうございます。